卒業 R、グラデーションリアル。これは、ゲームとしてはクソゲーではないかな。PC-98 にて発売され、美少女育成シミュレーションゲームとしての、ジャンルを確立して、様々な機種に移植された名作。その人気作をまさかの実写化。この作品は PC-FX 用に制作されましたが、プレステにも移植されました。なぜ実写にしたかというと、アニメの絵が苦手で、育成シミュレーションに手が出ない人に向けて、実写にしたらしいです。もちろん実写版の方が好き、って人もいるとは思いますが、個人的には、なんかちょっとって感じです。ゲームとしては良いんですが、なんて言えば良いのかわかりませんが、違和感があるんですよね。ゲーム内容は原作と変わらず、教師となり教え子の5人の生徒を指導していくというもの。卒業時点のパラメーターにより、生徒の成長が変わるシステムです。そういえば PC エンジンのミツバチ学園も微妙だったなぁ。嫌いじゃないけどね。セプテントリオン、アウト・オブ・ザ・ブルー。もともとはスーパーファミコンで発表された。沈没する船から生存者をできるだけ救出し、脱出するという根強い人気を博した。アクションゲームであった。セプテントリオンのリメイクとなる作品です。メトロイドバニア的なシステムと、リアルタイム60分時間制限という、非常に緊迫感のある設定が魅力だった前作を、プレイステーションのハイスペックで、リメイクと非常に期待されていたのですが、なぜかはしょられたオープニング、ストーリー展開を重視するために、一本道になってしまった展開、醍醐味の時間制限を廃止するという暴挙と、良いところをすべて削った結果と言える、作品になってしまっています。全体的に当時の流行ゲームのシステムを、無理やり乗せた感が、元の良さを潰してしまったように、見えてしまう一本です。ハイパーオリンピック、in、アトランタ。ハイパーオリンピックシリーズとして、正式に JOC から許可を得て、作られた本作は、発売された1996年に開催された、同名のオリンピックを元にしています。13の国から選択し、11種目の競技で争い、合計ポイントで決着をつける、という形なのですが、最大の問題点はこの競技です。11種目中、10種目が陸上競技。残り1つは水泳自由形。ほとんど世界陸上のような様相です。さらに操作は連打か目押しと、非常にシンプル、というか変化がなく、競技による大きな差が感じられません。また、全体的にリアリティを重視した結果、非常に地味な作品となっており、グラフィックのレベルがいまいちなためか、何なら実際の競技の方が、と派手なんじゃないかと、思うレベルです。ゲーム性、グラフィック性ともに、80年代から進化できなかった、そんな印象のゲームとなります。The distance was 7.35 meters. Who will be number one in the world? First attempt. Foul. Second attempt.忍者じゃじゃ丸くん、おにぎり忍法ちょう。テレビゲームの黎明期より続く、忍者くんシリーズとしては、初の試みとなる今でいう TTS 視点の、シューティングゲームです。前作までと同様に、忍者くんは得意の手裏剣を投げたり、敵の攻撃をかわしたりしながら、マップを進んでいって、ボスを倒して姫を救うという、基本システムは変わらないままに TTS にするという意欲的な作品ですが、当時はこういったゲームがまだまだ開発段階だったこともあって、忍者くんの操作性が非常に悪いことと、マシンスペックを大幅に超えた画像処理を強いたことによるひどいラグ、処理落ちのせいで敵の攻撃をほとんどかわすことができない非常に困った出来となりました。後にセガサターンにも移植されましたが、大幅に改定が加えられ、実質別ゲームとなっています。やったー！画廊伝説、ワイルド、アンビジョン。画廊伝説、シリーズの中では、唯一の 3D 作品であり失敗作でもあります。3D になったことで従来の、画廊伝説、らしさがなくなってしまい、操作性も変わったため、今までの画廊伝説に慣れて、画廊伝説らしさを期待している人には、あまりおすすめできません。新キャラはいまいち魅力がなく、キャラの動きももっさりしていて、爽快感がないです。超必殺技を出すためには、パワーゲージを満タンにする必要がありますが、ダメージを受けると、パワーゲージが減るため、なかなか超必殺技を出すことができません。またエンディングもないのは、物足りなく感じました。制作会社の SNK といえば、格闘ゲームの巨匠と言われていますが、それは 2D 格闘ゲームの場合であって、3D 作品は苦手のようです。頑張れゴエモン。来るなら来い。綾重一家の黒い影。ファミコン時代からコナミを支えた大人気シリーズの頑張れゴエモン。そのプレイステーション版2作目として発表されたのが本作です。恋人のおみっちゃんをさらった怪しげな奴らを追ってゴエモンとエビス丸が日本中を駆け回ることになります。3D マップを採用して、広大なマップとなったものの、とにかく単調なマップが広がり、雑魚敵一体一体が頑丈で、一体倒すのに1分近くかかるという、非常にストレスフルな仕様と、アスレチック的な水場をジャンプして、渡ることくらいしかないシステムから、作業芸感が溢れ出ています。さらに、CG デザインもレベルが低く、当時だいぶ CG が洗練されてきた。時代としてはあまりにも時代遅れで、長年出演してきた、キャラクターの造形が崩れている様は、不評を買いました。当時の流行りに乗って 3D 化を試みた結果の、失敗と言えるのではないでしょうか。ストリートファイター、リアルバトル、オン、フィルム。誰もが知っている国民的格闘ゲーム、ストリートファイター。アメリカで実写映画が作られたことも、比較的有名だと思いますが、本作はその実写映画を原作とした、格闘ゲームという逆輸入作品です。自分はジャンクロード・バンダムの大ファンなので、この映画は今でも大好きな映画の一つです。映画原作としては本作のちょっと前に制作されているのですが、かなり独特のゲームとなっていたためか、非常に不評で、急遽作られたのが本作です。ゲームシステムとしては、スト2と類似したものになっており、妙に生々しく動く実写キャラ以外は、違和感なく遊べるのではないでしょうか。しかしスト2と思って遊ぶと、色々と物足りないところがあり、作りの甘さが気になります。映画が好きだったのと、スト2とジャンクロード・バンダムが好きと、すべてが好きなので楽しめましたが、スト2だけが好きだったら、ちょっと楽しめない感じですね。なんか映画が見たくなってきました。You win! 運命なんて自分の手で